今回ご紹介するワインはハンガリーのショプロンというエリアにある生産者名タシュナーのイルシャ・オリベールというワインです。ショプロンというエリアはハンガリーの北西部オーストリアとの国境沿いにあるエリアです。ブドウ品種がイルシャ・オリベールというブドウ品種です。生産量はハンガリーでちょうどトップ10くらいに入ってくるような栽培量です。ショプロンでは親しまれているワインですけれども、日本ではまだ数種類しか入ってきていないとても希少なワインです。品種の特徴は何といってもこの華やかな香りです。口なしなどの白い花や柑橘の香り、とてもフレッシュな状態で瓶詰めされているため、口に含むとほのかにピチピチ感を感じることができます。アペリティフや軽めの冷前菜全般と楽しめる非常にこうライトでフレッシュ、そんな味わいが特徴です。上代1580円です。よろしくお願いいたします。